噂じゃ、エンジェちゃん。あんた、ビルのてっぺんから飛び降りたんだって？追っかけがうざかったんで、ちょっと巻こうと思って。下の方の階で改装工事してて、転落防止ネットがあるの知ってましたし。いくらネットがあるの知ってたったって、高さ200メートルの超高層だよ。もしも思い通りにならなかったら、今頃大変なことになってただろうよ。死んだら死んだで、それまでってことでもいいかなって思いまして。まあその、ちょっとした運試しです。若気の至りってことで。運試しときたか。いやはや、やっぱり金蔵さんのお孫さんだね。うんぷてんぷ。天の流れに命を預けてもケロリとしてるその度胸。会長も博打に平気で命を懸けられる人だったが、これも後ろ宮の血なのかね。やっぱりあんた将来大物になるよ。悪いことは言わない。家出ごっこはこの辺で切り上げて、妻寺の家に戻ったらどうだい。お母さん、実家と仲が悪かったって聞いてます。お葬式で初対面の人の家になんて行きたくないです。一人ぼっちになっちまって、自暴自棄になりたいエンジェちゃんの気持ちも、わからなくもないな。自暴自棄とかじゃないです。こううるさいエヴァおばさんもやっとくたばったんで。久しぶりにのびのびと散歩してるだけじゃないですか。周りが大げさに騒ぎすぎなだけです。
エンジェちゃんも辛いことがあったら俺でよかったらいつでも相談してな。エンジェちゃんのこと実の孫みたいに思ってるんだからさ。はぁ、あ、当面はノーサンキューということで、それより話を戻してください。エンジェちゃん、何度聞かれたって俺が隠してることは何もないよ。あの日の六軒島の唯一の生き残りが会長なんだ。その会長が何も語らずに言っちまった。俺だって何もわからないよ。全ては闇の中だ。あの事件は、いや、事故か。事件なんて言っちまったら怒られちまうな。そりゃ俺も世間やワイドショーと同じ程度の疑問は持ったさ。どうしてエヴァおばさんは事故当時、屋敷から2キロも離れたところにたった一人で、それも嵐の晩に。当時金蔵さんは次の後継ぎに誰を選ぶかで迷われていた。表向きは長男のクラウスさんってことになってたんだが、クラウスさんはあまり信頼されていなかったんだ。それで親兄弟4人の中から公平に後継ぎを決めるため、碑文の謎というゲームじみた試練を課した。それは表向きだな。おそらく金蔵さんは初めからエヴァさんを当主後継ぎにするつもりだったんだ。長男が後継ぎだという自らのルールを撤回してでも、クラウスさんと違い非常に勤勉で優秀だったエヴァさんに家を任せたかったんだ。碑文の謎を解いた者に家督を引き継ぐなどという新ルールは、クラウスさんから次期当主の肩書きを奪うためだけの茶番だったんだろうな。茶番ってどういう意味ですか？あの碑文は誰にも解ける必要はなかったのさ。適当に刑事機関を経た後、本当に金蔵さんが後を継がせたかったエヴァさんを呼び出し、その答えを与えるだけでいい。つまりそれこそが当主継承の証ってわけさ。それはワイドショーでは言われていない話ですね。まあ当主継承が云々なんて話をしたら余計陰謀説が優勢になっちゃうからね。俺もバカじゃないからさ、誤解を招くようなことはわざわざ口にしないよ。エヴァさんはあの日金蔵さんに呼ばれ、それを打ち明けられたんだ。そして当主を引き継ぐため、当主だけが知る隠し館であるクアドリアンにエヴァさんを呼びつけたんだ。で、一足早くその隠し館で待っていたエヴァおばさんは、
そのおかげで事故の難を逃れた。と、エヴァおばさんが全ての財産を奪うために、事故を装ってみんなを殺し、自分だけ難を逃れただけかもしれない。大衆紙はそう騒いでるな。だが、俺はエヴァさんを信じてるよ。シンズルに至るポイントが、いくつかあると思ってる。例えば？今エンジェちゃんが指に通してるその、後ろ三宅投手の指輪だよ。その指輪は、金蔵さんが特別に作らせた、世界に一つしかない指輪だ。そして今、エンジェちゃんが指にしているものは、間違いなくそれだと、作った細工師も認めてる。確かにエヴァさんが持つからこそ、そして実際にエヴァさんが優秀で、クラウスさんにはビジネスシーンでの数々の集大が知られていたことを加味すると、エヴァさんの話は全くの作り話とは思えないんだ。その指輪を奪うためにおじい様を殺害した可能性だってあるけれど、そしてエヴァおばさんは何らかの細工をして事故に見せかけて一族を皆殺しにした。そうだな。大衆紙は財産の独り占めが目当てで一族を皆殺しにしたなんて言ってるようだな。確かにエヴァさんはここ一番では随分思い切ったこともしちゃう人だよ。あるいは後ろ宮家の財産を独り占めできるチャンスに生涯でただ一度の殺人を犯したかもしれない。だがね、俺はそうは思わない。そう信ずるに足るポイントの二つ目は、エヴァさんのご家族だよ。秀吉さんにジョージ君、エンジェちゃんはにわかには信じがたいだろうけど、エヴァさんはあれでかなり家族を大事にする人だったんだ。家族を愛したエヴァおばさんが夫と息子を見捨てるわけがないと。そうだ、もし本当にエヴァさんが犯人で一族を事故に見せかけて皆殺しにしたならば、夫と息子が絶対に生き残ってるはずなんだ。偶然自分の家族だけが隠し館にいたとへりくつをこねてね。もし秀吉さんとジョージ君も無事だったなら、さすがの俺でもエヴァさんの陰謀を疑ったろうよ。俺は秀吉さんの葬儀で見せたエヴァさんのあの号泣を演技だなんて到底思えんね。はぁ、どっちも状況証拠的ですね。エヴァおばさんの潔白を物理的に示すには至らない。それを言っちゃおしまいだよ。生き残ったのはエヴァさんのみ。その彼女がそれが真実だと言うんだからさ。でも彼女の潔白は誰にも証明できない。ああ、そうさ。そして彼女の犯行も誰にも証明できない。そして信ずるべきポイントの最後が警察だ。何しろ派手な事件だったからね。陰謀説を騒ぐ世論に後押しされて、警察が随分とエヴァさんを調べたはずさ。
察があれだけ散々調べて事件性を見出すことができなかった。警察がそう断じた。それで六軒島疑惑は決着じゃないのかな。それは単に警察は事件性を発見できなかったってだけの話じゃないんですか。それを言い出したらキリがないな。悪魔の証明になっちまうよ。犯罪を暴くには証拠を見つければいい。でも無実を示すには何を見つけりゃいいんだい。消極的事実の証明は不可能だ。エヴァおばさんが犯罪を犯したか否か、それを判断する材料が見つからないから、そのまま真相は迷宮入りということですね。そうだな。エンジちゃんの期待する言い方にするとそうなるな。エヴァさん自身にだって自分の無実は証明不能なのさ。あの島で不幸な事故があった。そしてたまたまエヴァさんが生き残った。しかもそれ以上のことは何もわからない。つまるところ、唯一の生存者であるエヴァさんの話を信じられるか否かってことになるわけさ。俺は信じたよ。指輪の話や彼女の尊敬できる家族愛、そして葬儀で見せた涙、それらを加味して考えて彼女の話を信じようと思ったんだ。でも私は信じない。指輪なんて奪う気なら方法はいくらでもあるだろうし、家族仲が本当に良かったかなんて誰にもわからない。葬儀の涙が本物かなんて証明不能。というか私はそもそもエヴァおばさんなんて大嫌いだから、私は彼女の話を信じようなんて思わない。事件の真相をどう見るか、俺とエンジェちゃんで真っ向から対立しちまったな。俺たちに与えられてる情報は全く同じなのに、全く異なる見解も持っちまう。こういうこと、政治や経済でもよくあるんだ。同じ事業をやっても、必ず評価は分かれちまう。どうしてか分かるかい？いいえ。愛があるかどうかさ。相手に愛を感じてるかどうかで、物の見え方は全く違うってことなんだ。好きな人が貧しい人に施しをすれば、尊敬できるだろう？でも嫌いな奴が施しなんて始めたら、売名行為だとか、ばらまき行政だとか、非難ごうごうさ。何をしてもしなくても、愛があれば感謝し、愛がなければ非難する。それが、世の中ってもんなんだ。エヴァおばさんのことを信じられるか信じられないか、それだけの違いってことですか？彼女を疑う人間には、彼女が何をしてもしなくても、それは実に不自然に見えるだろうさ。逆もしかり。俺はね、世の中には真実なんてものは、よっぽどのことがない限り、存在しないんじゃないかと思うね。いや、仮にもし、真実が存在したとしても、それを信じるか信じないかは、愛があるか否かで決められちまう。絶対性の宿らない真実なんて、真実と呼べるのかい？エヴァさんが物理的なアリバイを示したとしても、君はそれを信じられたかい？